プライドのパージプライドのパージとは、1648年12月6日にイングランドで発生したクーデターである。新京都革命の最中にニューモデル軍が長期議会に対して、会員少数派の独立派の協力を得て、クーデターを起こし会員多数派の長老派議員を追放、残った議員たちで、ランプ議会を形成、以後の展開を急進的な方向で進めていった。 クーデターの実行者、トマス・プライド大佐にちなんで名付けられた。議会派の南京から脱出した、チャールズ一世の救出を図ったスコットランド軍の南下は、8月のプレストンの戦いで、ニューモデル軍副司令官、オリバー・クロムウェルに襲撃され、誤破産になり、第二次イングランド内戦も終結し、イングランドの当面の危機は去った。しかし、長期議会は9月に島にいる。 チャールズ一世と交渉を再開、せっかくの活躍に水を刺された軍は激怒し、軍幹部が属する、独立派は同じく交渉に不満がある会員の平等派と手を組み、軍司令官トーマス・フェアファクスにロンドン進撃を消しかけたり11月に議会へ交渉に対する抗議文を送りつけたりしている。一方、挙手が注目されていたクロムウェルは、 スコットランドと和睦10月から王党派の残党始末のため北のポンテフラクトに滞在した。政局を見極めるため離れた場所にいたと推察され、いとこに宛てた手紙でそういった意味の文章を綴るとともに、議会が軍、ひいては国民に害を与えると判断にした場合は、武力による抵抗も認めることをほのめかしている。中央で長老派が、 主導権を握る議会が国王との交渉を続ける意向を示し、軍の抗議を無視した。ここに至り、フェアファクスは、軍の政治介入を決断、12月1日に、部下のユア大佐に、チャールズ一世を逮捕させ、翌日の2日に部隊を動かし、ロンドンを占領した。にもかかわらず、国王との交渉は、 会員が129対83で賛成したため、軍はもう一歩踏み込んだ。6日朝、トマス・プライド大佐が一体を率いて、会員議場へ乱入、長老派議員たちを多数逮捕、追放し、クーデターを観光した。逮捕後五54人、追放94人、合計148人に上り、自ら出席を拒否した議員も20人いたため会員は60人以下しか。 残らず、彼らだけで議会が形成された。フェアファクスから帰還の手紙を受け取ったクロムウェルはこの日の夜にロンドンに到着、計画を知らなかったと言いつつも、賛意を示している。邪魔な長老派を排除した軍は、ランプ議会と連携し、年が明けた1649年1月6日に、上院の反対を押しのけ国王を裁く、特別裁判所設置を、会員だけで、 可決、20日から27日に裁判を行った後、30日に、チャールズ一世を処刑し、イングランド共和国が誕生した。だが、議会は、総選挙で招集されておらず、民意を反映していない、成立過程に問題があった。軍の介入で多数派排除という経過も合わせて、共和国及び、ランプ議会には、初めから正当性が疑われ、処刑された。 チャールズ一世に国民が同情したことも、相まって周囲は敵だらけという孤立した状態に置かれた。以後共和国は、王政、上院、数密院などを廃止し、下院だけのランプ議会が単独政治を取り行い、クロムウェルラ軍と連携しながら苦しい政権運営の、道を歩むことになる。AB 松村、p 六百今井、p 二十三 P124、清水。 P133P134 今井 P124P128 清水 P134P135 今井 P128P141 清水 P135P148 今井 P131P144P146 清水 P143P151P155 ありがとうございます。